果たして2枚も必要か。はい、どうもこんばんは、カズチャンネルのカズでございます。結論から言いましょう。2枚は必要ございません。どちらか片一方だけで結構でございます。さて本日はですね、こちらこちらが MacBook Pro の15インチ。ほんで、こちらがですね、Surface Book でございます。こちら2つをですね、簡単に、比べてみたいなと思います。では、早速本日も行きましょう。はい、ではですね、簡単になんですけども、まずこれ何が違うのかというと、OS 違いますよね。こっちが OS X、OS、OS 10? 10っていうのかな。ほんで、こちらがですね、Windows 10、Pro でございますと。ほんで、もう今ごちゃごちゃするのね。今ここら辺にね、ポンと貼り付けとくよ。はい、ちょっとこちら読み上げますとですね、CPU が、MacBook Pro の新しいやつね、新しいやつでも、ハズウェルっていうのが、ほんで、アップした状態で、2.8GHz。ほんで、こちらがですね、スカイレイク、新しい世代のやつですね、スカイレイクの、2.6GHz でございます。そんで今回ですね、ポイントが GPU ですね。GPU がですね、こっちの方は結構定評あるんですね、MacBook Pro がね。こっちがね、AMD のレディオンっていうの ?R9、の 2GB。それに対してこちらの方ちょっと調べましたら、NVIDIA の GeForce は GeForce なんですけども、1GB のものらしい。まあだからね、ちょっとそこら辺だけ見ると GPU に関してはこっちの方がね、 MacBook Pro の方がいい感じではございます。ほんでメモリはですね、共に、16GB。 ほんでカメラがですね、MacBook Pro は、インカメここ1個しかないんだけど、サービスの方がですね、ここに1つ、そして、内側にこうあるんですね。しかもこれ、これ開くとわかるんだけどさ、行くよ、開くよ。もうこれね、リアルセンスが搭載されておりましてね、顔認証で解いちゃうの、これ。パスワード入れなくていいの。行くよ。はい、ハロー、勝村和久って出たでしょ。見えた今。一瞬ですよ。ほんとリアルセンス素晴らしい。行くよ。ほら、カメラ、ほら。ハロー。他ね、ちょっとインターフェースを比べてみると、MacBook Pro がね、サンダーボルト2つに、USB3.0 が両側に2つ。まあ、ほんで他はイヤホンジャック。あ、ほんで SD カードに HDMI の出力となっております。それに比べて、Surface Book の方はね、まあ、USB3.0 は、2つなんですけども、SD カードももちろんございます。ただね、先ほどのようなサンダーボルトなどはございませんくて、なんか日本語変だな。ほんで、ここがね、ミニディスプレイポート、ちょっと買ってみたんだけどさ、こういったやつをつけないと HDMI とかで出力できないから、ちょっとそこら辺はね、不便な感じでございます。まあ、そこら辺の拡張性については、まあ、こっち、MacBook Pro の方が使いやすいんではないでしょうかね。それで、こちら画面サイズについてなんですけど、こうだな、配信金はね。さっきの画面で見ると。MacBook Pro の画面サイズはですね、15.4。ほんで、こっちがね、13.5 インチとなっております。ただ、画素数がですね、ちょっと変わっておりまして、こっちがね、3000×2000 に対して、こちらの方が、2880×、1800。そんなわけで、こっちの方がですね、高精細ではございます。ほんで、文字とかもね、これ本気小さくすると本当に小さいんですよ。全く同じものを開いてはいるんですけども、ものすごくね、小さくしようと思うと、文字がすごく小さい。まあ、ある意味ね、画面を広く使えるとも言えますね。まあ、これは少し設定で触ることできるんですけども、ちょっと細かくするか?はい、ちょっとさらに細かくなっちゃったんですけど、最強に細かくするとこれ、もう見えないレベルです。こんな感じですね。本気で細かくすると、もう読めるは読めるんですけど、読めないクラスまで小さくすることもできます。ま、MacBook Pro の方も、どうなんだろうな。これ一番細かいモードにはしてるんですけども、もしかするともっと細かくするモードあるかもしれません。っていうかタイムラインもひどいことになってるな、これな。ちっちゃ。まあ、テキストのサイズ 200% ぐらいまでしておくとちょうどいい感じでございます。他ちょっと重量だけ見ておきましょう。まあ、これはね、15インチだから重いの当たり前なんですけども、重量がね、2006グラムですね。ほんで、それに比べて、Surface Book が、あ、ペンも入れておきましょうか。1598グラム。まあ、400グラム
分ぐらい差があるので、まあまあ少し軽いといった感じ。ただね、やっぱ持ち運ぶにはバッテリーじゃないや、あの充電ケーブルとかも持ち歩くので、ちょっとそれ含めた重量見てみましょう。そうするとね、これ乗せると、2323g ですね。それで2323に対してこっちが、よいしょ、1868g で、差が少し開いて 500g 近くなりましたね。多分これ軽いんでしょうね、少しね、この子自体が乗り切ったか。260に対して、そうだね、 50g ぐらいちょっと多い感じでございますと。はい、とまあね、簡単に比較してみたんですけれども、いかがだったでしょうか。まだね、詳しくね、触りきっていないので、ちょっと何とも言えませんけども、性能だけで言うと、こっちあの MacBook Pro の方があのサクサクしてるような感じはございます。ただね、こっちのポイントといたしましては、まあリアルセンスもそうなんですけども、これがね、ポイント、はい、こんな感じで外れて、しかもあのペンが使えるってのがポイントだと思います。要はね、あの iPad Pro、そのまんまフルの OS 使えるような感じ、 iPad Pro 出すのまずいか、まあとにかくですね、フルの OS を使って、こういったね、なんかいろいろ操作ができるっていうのが一番のポイントでございました。まあだからね、まあどっちがいいっていうのは難しいだろうね。なんかバグったわ。よしよしよし、治った。まあとまあこんな感じでね、まあ Windows 10も安定はしてないからね、最初ね、トラックパッド、タッチパッドが、こっちの操作がね、 Windows 後で触ってみると、あれなんかおかしいなっていうことあったんですけど、最近アップデートしたら元通りっていうか、すごく良くなりました。ただやっぱタッチパッドについても、なんだろう、微妙な感じで言うと、やっぱこっちの方がね、少しいいね。だからね、まあペンでね、書き書きすることがなく、Windows にこだわりがなければ、もう断然こっち MacBook Pro の方がよろしいかと思います。まあ、ほんでね、Windows 好きとか、ペンで書きとかも使いたいっていう方はですね、この Surface Book もいいんではないでしょうか。またこれからですね、動画の書き出しテストとかですね、そこら辺も合わせて比較していきたいなと思います。また詳しくはですね、まあ、ブログとか見た方が、まあ、詳細な情報載ってると思いますから、皆さんぜひ検索してみてください。以上、こんなところで、Surface Book、MacBook Pro の比較でございました。